はい、それでですね、今回の動画では、無料の音楽素材を、ダウンロードする方法を教えていきます。はい、でですね、基本的にあまり編集をしないようなやり方を今回教えていったんですけども、バックのね、BGM とかっていうのだけは、使っていただいたら、まあ、全然、結構綺麗なね、ポップなイメージになると思いますし、こういうね、BGM、バックの音楽っていうのは、入れてもいいかなと思いますんで、これの無料のね、音楽サイトの方のご紹介を今回したいと思います。これ全部ね、無料なんで、お金がかかることはないのでね、無料かつ、さらに、商業利用 OK っていうのを OK しているサイトですので、このサイトを紹介していきます。はい、まずはですね、この、アマチュアの音楽工房っていうサイトなんですけども、動画のね、下の、ページの方にですね、こちらのリンク貼っときますので、まあ、ご安心ください。まずですね、この、アマチュアの音楽工房というところなんですが、ここでですね、音楽、かなりいいのダウンロードできます。で、何がいいかと、この今ね、4つ紹介するんですけど、まあ、一番最初、これなぜ紹介するかというと、まあ、これがね、やっぱり一番いいんですよね。なんか音もいいし、なんかどんどんね、新着素材がどん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 追加されますし、あと、結構いろんな種類がありますので、このサイトは非常にいいですね。で、まあ、ダウンロードの仕方なんですけども、これを、まあ、単純にこれでね、視聴で、まあ、聞いて、で、いいなと思ったらこちらのダウンロード。っていうのを押してもらって。で、これですね。ダウンロードしてお使いくださいってあるんですが、こちらね、この画面になったら、ここで、右クリックですね。右クリックを押して、別名で保存ですね。そうするとこのように MP3 ダウンロードできますので、ここでダウンロードするという形になります。はい。ですね。で、戻るときは戻るボタンを押して、で、まあ、こんな形でやっていくという形です。で、ここに、ジャンルがありますんで、まあ、明るい系がいいなと思ったら明るい系の、まあ、こういうのをね、やってみたり、激しい系とかね。いっぱいありますんで、好きなね、音楽をチョイスしていただければなと思います。で、次これ YouTube が提供している音楽の素材なんですけども、これも YouTube が使って、おすすめしているというか、YouTube 側がやっているところなので、これも、無料でね、ダウンロードして使えます。これも、ここをね、一個ずつこうやって再生していきながらやるんですけども、気に入った商品、気に入ったものがあれば、ここで、ここを押してダウンロードができますと。まあこんな感じですね。はい、で、これもですね、ジャンル別だったり、あと気分。気分別、楽器、長さ、貴族表示っていうのがありますけども、これで選んでいきます。で、効果音はこっちにありますね。はい、まあ、こういうね、ちょっとした効果音。効果音の方はね、そこまで凝ったものは最初使わないと思うので、効果音の方はいらないと思います。このね、トラックの、ここにあるもので十分いっぱいありますんで、まあ、ここと、まあ、主にこの音楽工房とオーディオライブラリ、YouTube のを使っていけば、まあ、十分かなと思います。まあ、今回はね、ついでなんで、あと2つご紹介します。これがね、なんだこれ、インク。この商品がですね、インクマペッタ、マペテシチっていうね、ちょっと読めないんですけども、はい、こういうサイトがありまして、ここもね、結構いいのがあります。で、これはこういうふうにやってですね、MP3 としてダウンロードと押せば、これも MP3 がこのようにダウンロードできますね。これ今すぐ聞くで、これも、まあ、こんな感じで視聴できます。
んな感じでここもいろいろとダウンロードできるようになってますと。これはね、特にジャンルとか選ぶところはないので、まあ123とかね、ページをめくってやっていってください。はい、で次がですね、これゲーム素材って書いてあるんですけども、まあゲーム素材系も結構多いですが、普通のもこのようにね、こういう風にあります。まあちょっとね、ゲーム素材系のやつ、まあでもこういうのもあるんでね、いいと思います。でこれも先ほどの、アマチュアの音楽工房と同じで、この画面になったら右クリック、別名で保存で、保存できますということですね。はい、このようにですね、とりあえず、この4つの、音楽素材サイトを使えばね、まあ大体のそれっぽい音楽は見つかりますんで、ぜひこの4つのサイトをね、活かして、バックですね、BGM、BGM をつけて、ちょっとね、おしゃれな、音がね、違うだけで全然動画のイメージで違いますんで、ちょっとポップにしたいなとかね、ちょっと高級っぽくしたいなっていうので、使い分けてね、BGM をやると、すごく印象の変わる動画になりますので、ぜひこの4つからね、選んで、まあ、主にこのアマチュアの音楽工房、YouTube のオーディオライブラリー、この2つを使ってね、BGM 入れて作ってみてください。はい、それではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。